画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、今日9日より、が、えのきだ貿易道、が新宿、武蔵野間を皮切りに、公開をスタートさせる。監督は、荒川アンダーザ・ブリッジ・ザ・ムービー、第、ヒトドロップ、笑う招き猫、など、話題作を次々と公開する飯塚健。主演は、現在放送中のドラマだけでも、崖っぷちホテル、日本テレビ系、モンテクリスト白花、聖なる復讐、フジテレビ系、に出演し、ドラマや映画に欠かすことのできない役者、渋川清彦。群馬県渋川市出身の同郷タッグの二人が、地元を舞台に作り上げた作品だ。会話の間が絶妙メインとなるキャストには、主演の渋川をはじめ、森岡龍、伊藤沙莉、滝藤健一、よきみこら、芝居巧者たちが並ぶ。親密とは少し違う、でも気の置けない、だけど踏み込みきらない関係が醸し出すゆるい雰囲気。その登場人物たちが繰り広げる、これといって、身のあるわけではない話。その会話の間がとにかく絶妙で、ずっと聞いていたい、気持ちになるのが、大きな魅力。そんな作品のあらすじは、画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、群馬県にある開業4年目のリサイクルショップ、えのきだ貿易道。扱う品はゴミ以外。何でも恋が心情さ、という店主、えのきだ洋次郎、渋川清彦、のもとには、店の商品同様に様々な人間が集う。えのきだ貿易道でバイトする人妻、千秋、伊藤沙莉、同僚のクールな青年、清春、森岡流、就活中。の客、陽子、よきみこ、東京から出戻った自称スーパーチーフ助監督、滝藤健一。おのおのが小さな秘密を心に抱えながらも、穏やかな日々を送っていた。画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、ある夏の日。のこと、いつものように彼らが集う中、店の看板の一部が落下する。これよちょうだよ。何かすごいことが起きる予兆、という洋次郎の言葉通り、それぞれの抱える悩みや問題が、その日から静かに、だが確実に動き出す。画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、夫との関係に寂しさと不安を抱く先週、過去から抜け出せず、苦しむ清春、新たな恋人との生活と人生のけじめに揺れる陽子、東京での映画作りの日々と故郷での生活に迷う竹。そして、洋次郎の胸にも捨てられない思いがあった。果たして5人は現在に、止まる、のか、それとも、やめる、のか。アドズバイキオスクド、このままじゃダメだってことだけはキャッチコピーの。ここままじゃダメだってことだけは、わかるっつーか、は、洋次郎のセリフの一つだ。誰もが、そんな気持ちに苛まれて、焦燥感を覚えることがある。画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、若い時はいつかこんな気持ちから解放されると思ったはずなのに、年齢を重ねても、ふと同じ思いを抱えていることに気づく。画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、
制作委員会、でもそれは絶望などではなく、まだ何かやれる。まだ何かをやりたいと思っている自分に気づいて、ちょっとだけ元気になる瞬間になることも。中盤、竹は決断したことを確認され、すごくかっこいい言葉を返すのだが、それは登場人。物たちだけじゃなく、きっと作品を見る多くの人たちの心に、ストンと落ちてくる。画像提供、マルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会、とのキャラクターも、ちょっとダメ。なところがあって、そういう、ちょいクズ、なところが、可愛らしくて愛おしい大人たち。今のままで、いいのかな、と思いながらも、そんな自分に優しい気持ちになりたいなら、この作品はおすすめだ。えのきだ貿易道、監督、脚本、編集、飯塚健出演、渋川清彦、森岡龍、伊藤沙莉、佐々木刀健一、宮本夏、渡辺葵、三浦俊介、小牧根龍介、金高尾、金子正宏、諏訪太郎、片岡玲子、根岸俊恵、よきみこマルシーマーク2017映画、えのきだ貿易道、制作委員会配給、アルゴピクチャーズ6月9日、土曜日、より新宿武蔵野館ほか全国公開、合わせて読みたい、注目のコワモテバイプレイヤー三浦正樹の嘘がつけないナイーブな表情、調べ編集部、久畑美穂。